出ましみたいだね。グリムワルドの夜か。ここを切り抜ければまた新たな道が開けるはずです。これまで以上に強大な魔物の気配もするわね。上等じゃねえか。大暴れしてやろうぜ。アドルさん、状況を把握しつつ慎重に行きましょう。怪人たちよ、黒幻だ。赤き蒼月のもと、まつろわぬ魂たちの言いだけが始まる。果てなき夜の領域をかけ、呪われし力を持って魔をほふれ。Thank you.
少しは町を守れたんだね。クリムゾンライン、この調子で行こう。今行くぞ。この調子で頼むぞ。みんなお疲れさん。グリムワルドの夜、そういえば地下墓所の壁画にも描かれていましたね。あれを見る限り
かなり昔から繰り返されてきたみたいだけど、結局グリムワルドって何なのかしら。グリムニルが作り出した世界を浄化する仕組みと言えるな。グリムニル、ノースキョーテアラの出身だったか。てかアプリリス、てめえだんまりを決め込んできたのに今さらどういう風の吹き回しだ。そろそろ頃合いだと思ってな。今のそなたたちなら私の話も受け入れられるだろう。勝手なやつだぜ。世界を浄化ってどういうことですか。古来より人の営みは世界を汚す。憎悪、悲哀、欲望、悔恨、負の感情は世界の認識を歪ませる。世界のありようは変わらないのに人が世界を貶めるのだ。強い負の感情は蓄積しやすく、そして浄化されにくい。それらがこの地に淀むとやがて魔物になるとされている。古代グリア人には悪霊とも呼ばれたか。それじゃあ私たちが戦っているのは人から生まれた鮮烈な感情の慣れの果て。うむ、かつてグリムニルを中心とする神々がこの地に降り立った際、彼らはこの地に安寧をもたらすため人の生む魔物を浄化する場を設けた。それこそがグリムワルドの夜だ。そうだったのか。でも壁画で魔物と戦ってたのはグリムニルの使わす半身だったけど、今戦っている僕たちはいなくなった神々の代わりってこと。うむ、半分は正解だ。魔物を放置すればどうなるかは想像に難くないだろう。このグリアの地におけるあらゆる秩序が失われることになる。そんな赤の王よ、残る真実を監獄にて確認するがいい。監獄に何があるっていうのかしら。いやいや、ここで教えてくれりゃ手間が省けるってのによ。以前言った通り、自分たちで見てそして判断を下すがいい。大丈夫、ここまで来たそなたたちならきっと。それでは健闘を祈っているぞ。石切り場方面の障壁が消滅したようですね。よし、これで先に進むことができるわ。よどんだ人の感情を処理するグリムワルドの夜がそんな理由で存在してたなんて。はい、驚きました。じゃあグリムワルドと監獄には一体何の関係があるんだ。負の感情が魔物を生むとしたら確かに監獄は関係してそうだな。それだけではない気もしますね。ここで考えても仕方ないわ。ちゃちゃっと打ってちゃちゃっと確認するわよ。そりゃここで大勢死んでるから。アルドリスにとってこの工事は防衛の要衝だからね。あれじゃねえんだ。
するのが振り回るか。でしたよね。ソーモンとの戦争があった時にアプリリスさんは一人で戦っていたんでしょうか。確かに譲ってやるぜ。今よりもっとグリムワルドは活性化していたと思う。上級嫉妬と
っ